どうも、こんにちは。男のソーイングでございます。鈴木バセリです。お久しぶりです。ということで、だいぶ暖かくなってまいりましてですね、今日は、短パンを作りました。まあ捨ててもでもできますね。今日は短パンを作っていきたいと思います。それでね、手ぬぐいです。これ手ぬぐい。それでね、いつもね、まあ、夏はね、やっぱり暑い。もちろん短パンっていうことなんで、でね、短パンね、まあ、今日僕が履いてるこの、短パンをやっぱりね、ちょっと汚い腹、こんな感じの変なの履いてんですけど、あとね、あとさすがにあんまりふざけすぎなんで、これ、この、こういう短パンもございますけどね、あの、紺のリネンの、これもね、かなり履いても、しらっちゃけちゃったりしてるんでね。それでですね、やっぱりね、短パンはね、涼しいのが一番ってことで、薄い素材が一番いいんですけど、薄い素材だと透けてしまうので、なるべくこう真っ白じゃなくて色がついたやつが理想ではあるんですけど、本当はね、この色も素敵ですけど、一番紺とかで作るとね、透けなくて薄くてさらに軽いっていう。で、軽いっていうのも もちろん重要なんですよね。特に夏はね。なので今日はこれで。この間これなんか作りましたっけ？この間。そうだ、これ、東袋の時のやつです。で、これね、1単買ってますんで、1単買っても、いくらかな？そんな高くないんでね、僕は1単買っちゃってます。で、この間、短パンにしようと思ってね、まあ、これはまあ、次回とか、まあ、そのうち、また近いうちにやりますけど、こういうね、素敵な布をね、これね、コットン 70%、リネン 30% とかになってて、なかなか、これ、今度ね、男の花柄シリーズもね、やりたいと思ってるんですけど、でもね、これも実は花柄なんですけどね、ちょっと近くでお見せしましょうか。これもろ花柄でございます。だから今日タイトル花柄シリーズでいいかなと。で、これももちろん、花柄でございます。これ、いつですかね。こんな感じ。蝶が飛んでおりますけどね、またね。そうですね、ちょっと男の花柄シリーズやっていこうかなと。今、思いついたのはね、僕ね、花柄が大好きなんですよ。男なんですけどね。でね、リバティープリントももちろんいつも大好きで、まあ、この間もリバティープリントで作りましたけど、このティッシュカバーだって、リバティープリント、こっちはね、リバティープリントだし。そうですね。じゃあ今日ちょっと花柄シリーズっていうことで、第1弾はこれでやっていきましょう。で、第2弾これになると思いますんで。で、第3弾も今度考えておきます。ただその間に無地も作らないといけないかなとは、まあ思ってはおりますけれども、そんな感じで今日も行ってみましょう。